キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。皆さんこんばんは、水玉こと水崎玉城です。この1週間いかがお過ごしでしたか？10月に入り、やっと秋らしくなったと思ったら、意外にまだ暑い日が続いていますね。こうなると体調もね、ちょっと崩しがちになりますけれども、ぜひ皆さん美味しいものを食べて、美味しいお酒を飲んで、そしてストレスを解消して健康的に過ごしてください。さあ、先週はタイ散歩をお届けしました、番外編でね。そして実は今週、来週もさらに番外編は続きます。といってもタイ散歩が続くわけではなくて、私の母校、越野高等学校文化祭、聖火祭にね、実は行ってきました。まあ、このご縁をいただいたのは、川越西文化会館メルトでの出来事だったんですね。写真展を取材に行ったご縁で、写真部の水上先生、顧問の先生と、まあ、いろいろとこう連絡をね、取らせていただくことになりまして、どうせだったらじゃあ聖火祭来てくださいという流れでお呼びいただきました。もう私、普通にね、お客さんとして行くだけのつもりでいましたらば、学校の中どこでも取材していいよと。ですから当日は文化祭の実行委員の方、それから水上先生がご一緒になって、私と共にね、校内、それから校庭、中庭を回ってくださって、たっぷりと取材をさせてもらいました。まあ、私にとってはカルチャーショックでしたね。私の高校時代は女子校だったわけです。ちょっとね、校則が厳しいという部分では今も昔も変わりはないのかもしれませんが、それでもね、長い長い廊下があって、迷路のようにね、こちらは中等部、こちらは高等部みたいな感じになっているとか、まあ私にとってはダンジョンのような校舎でした。でもね、本当に楽しかったですね。いやー、じゃあちょっとね、9月14日土曜日、そして15日日曜日に行われました星野高校聖火祭の様子を番外編として聞いていただきます。それでは今夜も30分どうぞ最後までお付き合いください。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。この番組は港屋食堂と日本セーフティエンジニア株式会社、霞が関のあわちゃんの提供でお送りします。私は今、母校の星野高校校舎前に来ております。このにぎわい、吹奏楽ですかね、聞こえておりますでしょうか。それでは早速取材の方に行ってまいります。それではまずはですね、放送部の皆さん、そして文化祭実行委員室へ行きまして、実行委員長にお話を聞きました。その後に生徒会長さん、それから英数研究部にも行きましたよ。すごい部活ですね。そしてその後は美術部にも行ってみました。まずはそちらのインタビューお聞きください。以前私の昼の生放送にもご見学をしに来てくださった方たちがいらっしゃるということで、その後どうですか、あの放送部のこう活躍とか活動とかは。はい、そうですね、私たちあの春と秋に、うん、あのアナウンスと朗読で研究発表という形で大会に出させていただくことになりました、うんうん、そうなんですね、はい、あのどうですか結果の方とかは。結果の方は、うん、朗読が1人全国大会に出場しまして、 あとその研究発表というまたアナウンスと朗読と違う発表の方で全国大会にこの今年の夏出場しました、うん、そうなんですね、はい、他
他の学校の人たちと競ってみたりとか聞いてみたりして、どうでしたか周りは。ライバルでもありつつ、他校の子でも仲間みたいなそういう意識はあるので、本番前でも結構わちゃわちゃしてみんな気を和ませると言いますか、結構優しい雰囲気の中で大会は行えているので。なるほど、はい、じゃあまあそんな張り詰めた中でやるってわけでもなかったんですね。そうですね、1個上の先輩方がよく言ってたのが、自己肯定感の上がる部活だなっていうのをよく話していて、放送部が、はい、そうなんですよ。どういうところで。いや、みんなで褒め合ったりするのが結構多いので、ね、先輩からもらったアドバイスがね、いっぱい貼ってあったりとかして、なるほど、それが結構放送部のいいところなんじゃないかなって個人的に私が見てて思います。あ、そうなんです。何人ぐらい全部でいらっしゃるんですか。全員で、29名います。そうなんですね、はい。日頃は校内の放送とかを担当されたりするんでしたっけ。はい、そうです。どうですか、楽しいですか。はい、いろんな曲を流せたりして、あの昼の放送の時にいろいろな曲を流せたりするので楽しいです。大事なことなので2回言ってくれましたね。じゃあ本当にラジオ放送をやってるようなものですよね。そうです、はい、基本的にその音楽が中心のラジオみたいな感じになっております。楽しそうですね。結構楽しいですね。やれることもいっぱいあるだろうしね。はい、放送部の大会は大勢の目の前でやる発表で、普段なかなか味わえないものなので、これから生きていく上で役立つと思います。あ、すごいね。いや、皆さん本当に仲がいい感じでね、それこそ肯定感が高まる部活っていうのとってもよく分かりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。文化祭実行委員の教室、はい、なんかおみくじを引けるんですかね。いろいろと当たりますね。そうですね。釣り竿で釣り竿、面白い。魚に数字が書いてあるので、はい、このロッカー開けてもらうと出てきます。あ、面白い。19、あ、ここかな。そうですね。じゃーん。あ、やだ、今日だった。今もあるんで、ぜひ書いてみて。ありがとうございます。なんかどんなこと皆さん書いてるんですか。自分の夢とか。夢か。よし、一言とか書いてます。文化祭の実行委員長さん、はい、何年生ですか。高校2年生です。2年生、はい、これだけの規模の、ね、文化祭を、しかも2日ですし、はい、まとめるとか大変だったと思うんですが、はい、どうですか。やっぱり大変だったけど、やっぱりみんなの力もあって、やっぱり、ま、こんなお客さんいっぱい来てもらえて、大変嬉しいです。あ、はい、もう盛況でしたか。はい、はい、すごい楽しかったです。あ、そうですか。じゃあ残りは半日っていう感じですけれどもね、はい、うまくいって皆さんで気持ちよく打ち上げができるといいですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。生徒会長、どうですか今日。昨日今日と文化祭大盛況のようですけれども、はい、盛り上がりました。あ、そうですか。お仕事も大変ですよね、文化祭の。そうです。生徒会の方だとね、でも実行委員がすごい、やっぱりエントランスのデザインとかここのやつとかすごい一生懸命やってくれたので、すごい実行委員中心にドーンって盛り上がった感じがします。なるほどね。それをバックアップする形で皆さんが生徒会に、はい、じゃあちょっといろいろとまた見せてください。お願いします。ありがとうございます。数学と英語です。本当に数学とかを面白くみんなにこう勉強するような展示とかになってますか。そうですね、そうです。演出研究部、基本なんか自分の勉強にこう専念してできるので、それがやっぱなので自分はちょっと演出研究部選んだって形になりましたね。私の効果はどうですか。楽しいですか。そうですね、楽しいです。あ、よかったです。私は私の女子高等学校の時代の卒業生なんですが、はい、校舎に男子がいるって不思議な感じがしますね。そうですか。自分は共学なので、あんまりちょっと逆にそう言われると、あ、そっかってなっちゃうんですけど、ね、サイコロを振ってそのゾロ目とか出た目の数で点数を競うゲームだと思います。なるほどね。やっぱり数学とか絡んでる部活だから、そういうことで皆さんを楽しませるみたいですね。よく考えられてますね。それぞれの部活でそれぞれの強みを引き出しているので、本当に
各部屋で個性が出ていると思います。そっか。こちらは美術部さんです。今日は美術部さんはどんなことやってるんですか？まず一番がやっぱ見てほしいのは作品の展示なんですけど、まあ、それ以外にもやっぱこうお客さんが来てほしいので、そのポスターカード、ポストカードとか、あとステッカーとか、ステッカーとかの販売で、最初の辺は実はなんかあの個人で作ってたフィギュア売ってたんですけど、すごい振り切れました。はい、でその販売と、あとあの自由にお絵かきしていいよっていうコーナーと、今やってる無料でイラストでリクエスト、こういうの書いてくださいって書いてる。へー、じゃ難しいですよね。そうですね。でも楽しいんで。楽しい。何ですかこれは。多分概要とかも載ってるんで、なんで書いたかとか多分見れると思うんです。書いた人の思いがね、それも楽しいと思う。それも見てから見ると、うん、こんにちは、よかったら、ね、そうなんですね。よかったらアンケート答えていきませんか？いや、ありがとうございます。ちょっとこれ後でゆっくり見ますね。はい、今日のキュンキュンは番外編として、私の高校時代の母校星野高校聖火祭、文化祭ですね、こちらの様子をお届けしております。まずはここまでいかがでしたでしょうか？率直な印象として、高校生なのって思うぐらい皆さん落ち着いていて、言葉遣いも丁寧で、また自分の気持ちや考えをしっかりと伝えられる生徒さんだなという印象を持ったかと思います。私もね、びっくりしました。高校生でこんなに落ち着いて喋れるんだって。なんだったらね、知り合いの大学生とかの方がもう少し軽い喋り方してたので、いや、我が母校ながらね、さすが星野高校だななんてちょっとね鼻が高くなったりもしました。ただ途中、この放送上ではカットしておりますけれども、急にインタビューさせてくださいと言いますと、本当にいいの私でみたいな感じで、こう今時の高校生らしい顔もねちゃんと持ってるんですね。とっても可愛かったですよ、その二面性が。さあ、それでは引き続き新聞部、図書部、そして稼働部、その稼働部の教室ではなんと星野学園小学校の生徒さんも来ていましたので、可愛い声をもらってきました。そして続いて社会福祉部、文書処理部、園芸部、手芸部の皆さんにお話を聞いてみました。それでは引き続きどうぞ。新聞部さん、部長さん、こんにちは。こんにちは。今日はどんな展示なさってるんですか？今回はですね、部員が全員で書いた壁新聞、はい、オピニオンとかですね、普段日常生活を送る中で思ったこととかを、こうそれぞれ意見にして、それをこの大きいのにそれぞれ書いてっていうのをやってます。そうなんですね。はい、こっちの新聞でこちらはそういう思うことを、思いの丈を書く。そうですね、例年うちの部活ではこういう壁新聞っていう大きい、ね、新聞を書いて展示してるんですけど、こちらの新聞は普段私たちが作っている新聞です。大体1学期に1枚くらいのペースで、こう作っていて、でこちらのちっちゃい方の新聞は速報紙といって、リアルタイムでこのいろんな部活でに取材に行ってお話を聞いたり写真を撮ったりして、こう書いていくっていう感じのことをやっております。やっぱりみんながみんな書けるわけじゃないですよね。こういろいろと出てきた原稿を、まあ、こうどれがいいとかこれがいいとか、こう選ばれた人たちのものでもこう形になって乗るみたいなと思われるかもしれないんですけど、はいはい、後ろ部人数がいなさすぎて。そうなんだ。うちはもう全部やってって感じで、みんなでなんとかこう回して、はい、そうですね、なんとかでやってます。でもね、たくさん部活もあるから取材も大変ですよね、はい、そうですね。でもやりがいはやっぱありますね。あ、そうですよね、はい、いや、ぜひね、これからも頑張ってください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。次は何部ですか？図書部。どんなこと展示してるんですか？自分たちで書いた紙芝居と絵本を展示してます。そうなんですか。絵本作るってなかなかハードル高そうですけど。ねえ、
一からなんで結構大変です。そうですよね。普段はどういう活動してるんですか。普段は週2でこれを書いて、それをコンクールに出したりして、本を読むとかってイメージだけれども、どちらかって言ったら本は読まないですね。読まないですね。そうなんだね。いや楽しいですか、部活。楽しいです。あ、いいですね。ぜひじゃあ素敵な作品作ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとなくこの狭い廊下、はい、まあ、覚えてるような気もするんですけどね。画像部の部長さん、はい、大体部員の方何人ぐらいいらっしゃるんですか。今部員が高3、高2、高1、中学生合わせ32人います、うん、そうなんですね、はい、中学生にお花ってちょっと難しいような気もするんですが、そんなことなくて、まあ、生け花とかもやるんですけど、うん、週2回やってるんですけど、うん、活動を、うん、金曜日の方にこういう販売用のボールペンを作って、あの聖火祭に向けて準備したりだとか、そういうことをしていますね。雑貨作りみたいなものもお花に関するものでできるってこと、はい、それは楽しくていいですよね、はい、ちなみになんでこの部活に入ったんですか。このアメリカンフラワーを見て、うんうん、すごい作ってみたいなと思って、ちょっと入りたいなと思って、こういう雑貨を作るのがもともと好きだったんですか。はい、あと大人になってからもその華道って趣味で続けられると思うので、それもいいなって思って。いいですよね。難しいですよね、はい、こうきっちり教えてもらえるものなんですか、それともああいうのは感性でやっていくものなんですか。教えていただけます。一応あるんですね、セオリーというか、こういう風にやると綺麗だよとか、ね、はい、ぜひね、あの高校生活楽しんでください。ありがとうございます。すみません、忙しいのにどうもありがとうございました。どうですか、星野の中学校楽しいですか。あ、小学校だ。あ、楽しいです。みんなは何年生なの。私たち6年生です。6年生。もちろん来年は星野上がる。そうですか。これ制服なんだね。制服です。かわいいね。ありがとうございます。例のね、大きいお姉さんたちとのつながりとかもあるじゃないですか、うん、どうですか、楽しい。楽しいです。みんな優しかった。優しい、はい、ね、私たちの頃は上下関係厳しかったからね。そうなんです。そうですよ、廊下で会うとこんにちは、こんにちはって言わなきゃいけない。うちの学校の卒業生なんで。あ、そうなんです。ずっと昔ね、私の高校の卒業生なんで。そうなんだ。女子校だけしかなかったから。小学校が多分まだなかった子も、みんなは何期生。13期生。そうなんですね。私の10年目で。うわー、すごいすごいすごい。皆さんあれでしょう、お辞儀が長いでしょう。そうですね、八泊の、ね、欲しいのにいるとね。卒業式だけもっと早くしなさいって言われるのね。そうなんです、6泊になるんですよね。そうあるあるですね、はい、お辞儀もね。どうもありがとう。社会福祉部さんです。どういうことを日頃やってるんですか。日頃ですか。日頃は募金活動であったりとか、そういうボランティア活動を主にやってます。はい、今日はこれあれですよね、芋の子作業所のうどんです。美味しいんですよね。今回ちょっと今おうどんしかないんですけど、うんうん、本当はもっとずらっとおせんべいとかクッキーとか、うん、ちょっとしたおもちゃとかもっといっぱいあって、もう売り切れちゃって今こんな感じ。その売り上げとかっていうのは、売り上げは全て芋の子作業所の方々のお給料になります、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さんでいいことしてるから、はい、やってて気持ちがいいんじゃないですか。そうですね、交流とかもあったりするんですか。今はコロナの時期からちょっと交流がなくて、でも前までは、うん、あの芋の子作業所の方に見学に行ってたっていう話は聞いたことがあります。そうですね、はい、まあ、なかなかじゃあ活動も限られちゃって大変だけれども、ぜひね続けてくださいね。 ありがとうございます、どうもありがとうございます。こちら何部さんですか。文書処理部というとパソコンとか。そうです。すごい、なんかどういう理由で入った
ったんですか？ワードとかエクセルとか使う、なんか後々お仕事とかでこうやね役立つとか。そうなんですね。難し、最近の子って言ったら変だけれども、若い方ってパソコンあんまり馴染みがないって聞いたんですけれども、何でもタブレットとかで簡単にできちゃうから、やっぱりこうパソコンで何かこういうことを学ぶっていうのは楽しいですか？楽しいコスト学べるみたいな。でもエクセルとかいろいろちょっと難しいですよね。普通に電車処理部だと IT パスポートとかそういう検定とかも、まあ、勉強する機会とかがあるので、うん、いざ大学生とかになった時に必要となる、うん、なんだろう、スキルとして早めに身につけることもできるっていうのが、すごいしっかりしてる。そうですよね。今のうちにみんながまだ知らないうちに知っておけば、さらに将来的にね、いろんなことができるようになりますもんね。いやーすごい。今日はどんなことやってるんですか？今日はメッセージカード販売とタイピング大会をしてるんです。タイピング大会、盛り上がってますか？はい。いやーそうですか。どうもありがとうございます。すいません。今日は園芸部としてはどういうことになってるんですか？サボテンの展示と、うん、バルーンアートをあげたり、テラリウムの展示もやってます。サボテンはこれ皆さんの作品ですか？はい、そうです。あ、かわいいですね。みんなで育てました。あ、そうなんですね。販売はやってないんですね。無料でバルーンアートとテラリウムを、うんうん、なるほどね、配ってます。はね、どうですか、園芸部、私実はずいぶん前の卒業生なんですが、はい、昔からある伝統ある部活かと思うんですけど。あ、そうなんですか。はい、部活楽しいですか？あ、めちゃくちゃ楽しいです。上下関係とか、学年超えて仲がいいとか。あ、仲いいで、女の子がいっぱいで、みんなお話ししやすくて。あ、そうですか、はい、いいですよね、植物に触れ合う時間ってね。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。引き続きありがとうございます。手芸部さんですよね。はい、今日はどんなことやってるんですか？今日は1個100円でキーホルダー作りができる。上手だね。またこういう使ってるグッズもキラキラして可愛くてね、はい、こういうところ選ぶところから始まったんですよね。はい、部員全員で買って集めた。そうなんですね。はい、あれ、日頃はどんなことやってるんですか？日頃は学年ごとに作るものが違くて、まあ、編み物だったりとか、クロスステッチっていう縫い物をしたりしてます。へー、そうなんですね。こういったまた日頃とは違うことをやるっていうのは楽しいですよね、文化祭ね。楽しいです。どうですか、昨日今日と盛況でしたか？はい、おかげさまで大繁盛でございます。ぜひもう引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりどの生徒さんもね、とてもしっかりしている印象があるんですよ。で、なぜかなと思った時に、先輩後輩の仲がいいって皆さん話していたので、まあ、同じ部活の中に中学生もいるわけなんですよね。小学校の方ともつながっているので、結局下の子たちへの面倒見の良さっていうのが、このしっかりした印象につながってるんじゃないかなって思いました。思い返してみると、私が高校生の頃の方がもう少し幼かったのかもしれませんね。まあ、これ今だから話せるんですけれども、私、演劇部の仲間とね、もう10年前ですよ、文化祭の時にね、第一校舎の、当時はね、第一校舎で文化祭やってたんですね。で、そのね、謎の地下物置みたいなのをね、誰かが見つけてきたんですよ。で、なんだか知らないドアがあって、今なら入れるよって。で、慌ててもうみんなで、演劇部ですからもういろいろとね、好奇心旺盛なんですよ、みんな。で、慌ててみんなで懐中電灯とか持ってこう入っていったんですね。そしたらやっぱり案の定入れまして、中にはその時には使っていなかった校長先生の銅像があったんです。まあ、要はただの物置だったんですけれども、
それでもね、こっそりと先生に見つからないようにみんなで入って、あ、こんなものがあるねとかって言って、あのまるでね探検をしているようなね、そんな、まあ今となってはね笑いますけれども、純粋なところがありましたね。ね、やっぱりちょっとこう学校で校則というもので守られているから、公立の学校とかね、他の学校よりはみんな純粋な子が多かったのかもしれません。そしてこの聖火祭の様子、たくさんの部活のインタビューがまだ残っております。その様子は来週またお伝えしたいと思います。まずはここまでご協力いただきました星野高等学校写真部顧問水上先生、その他生徒の皆さん、どうもありがとうございました。あっという間にエンディングの時間が来てしまいました。先週お届けした番外編の大散歩、その中でリスナーさんプレゼントをね発表しましたけれども、当選なさった方にはすでにご連絡をさせていただいている状態です。今回は川越以外の地域からも多数ご応募いただきまして、本当に嬉しい思いでした。当選なさった方はビリーさんからのプレゼント楽しみにお待ちください。そしてもう一つご報告です。川越西文化会館メルトの中国伝統芸能ショーのチケットプレゼント、私も実はね岡田館長にチケットをいただきまして行ってきました。まあとにかく満員御礼で盛り上がる盛り上がる、何か一つ技が決まるとわーっと拍手が起こって、でまた中国の伝統のあの変面ね、顔が自在に変わるやつ、あれはね特に盛り上がってまして、あの演者さんが客席に降りてくださって身近で見せてくれるんですよね。一緒に行った友人とわーって言いながら私も見ちゃいました。9月最後の日曜日の午前中、とてもいい時間を過ごしてきました。みんなに支えられてこの番組があるんだなとつくづく思いました。今日は私の母校星野高校の文化祭聖火祭の様子をお届けしました。実はですね、最後にお届けした手芸部さんの教室で、かつて私が高3の頃に担任をしてくださっていた女性の先生にお会いしましたお顔が変わってなくてすぐに分かりましたけれども、さすがに先生は私のことはね当たり前ですけれども分かりませんでした。やっぱりね、もう十何クラスもあって、それが毎年でしょ、先生分からないはずです。実はその先生も星野高校出身だったはずです、確か。いやー、なんかね嬉しいつながりと言いますかね伝統を感じますね。楽しいひとときでした。さあ、そして来週も聖火祭の様子をお届けします。どうぞ楽しみになさっていてください。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は水崎たまきでした。キュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編、この番組は港屋食堂と日本セーフティエンジニア株式会社霞が関のあわちゃんの提供でお送りしました。